今日はマクドナルドユミさん、みんなのところから見て一番左上に出てるかしら。はい、こちらですね。このはい。マクドナルドユミさんに今、アメリカからお話をしてくださってます。なので、今日はその SDGs ゴール17で、8校がつなぐ世界というテーマでお話をしていただきます。一番最初は、由美さんの紹介ということでお話をさせてもらいます。さっき言ったように、SDGs ゴール17ということで、8校が世界をつなぐというテーマです。で、今、ちょっと画面が暗いかもしれないんですけど、マクドナルド由美さんのところは、今夜です。日本とアメリカは今13時間違いかな、そうで実際。すね。14時間日本の方が進んでますね。こっち14が時今間日本の方が進んでる10ということ時10で、分まで。はい。真夜中に私たちのために起きていてくださってお話をしてくいださや、いま全す。然できます。で、はそい。れで、SDGs とか世界を助けるとかっていうと、僕たちはお金もないし力もないし、そんな学生の身分で何もできないよって思うかもしれませんが、実は SDGs とか国際協力ってすごく身近なところにあるっていうことに気づいてほしいということで、由美さんに今日お話をしてもらいます。で、実はですね、ある小さな子供に、ロヒンギャ難民の、ビデオを見たときにどう思ったって、小学生の子供に聞いたんですよ。そしたら、僕だったら、この子と一緒にサッカーしてあげるって言うんですね。小さな子供だからお金も持ってないし、言葉もそんなロヒンギャの子供との会話できないと思うんですけど、でもすぐにパッともう国際協力浮かびついたわけなんです。頭に浮かんだわけです。なので、そういうですね、身近なところにちょっとしたもう自分たちのすぐそばにそういうものがあるんだっていうことに気づいてもらいたいなっていうふうに思ってます。で、そういうことでちょっと由美さんの、テーマなんですけれど、これはですね、次に行かないのかな。ゴールセブンティーンのパートナーシップ、絆ということで今日お話をしていただきます。で、このパートナーシップなんですけれども、コフィアナン前国連事務総長が、この国際開発目標の中で、一番大切なのは、一番最後のパートナーシップだ、というふうにおっしゃってました。ですので、このパートナーシップをきちんと組めれば、後の目標っていうのは結構うまくいきます。で、今日はその一番大切なパートナーシップのお話をしていただきます。で、ユミさん、今ニューヨークというか、コネティカットって言って、マンハッタンからちょうど電車で1時間ぐらいの、ニューヨークマンハッタンから電車で1時間ぐらいのところにある、華麗なるギャッツビーのあ、全然屋敷のあった場所、はい。そこからお話をしてくださっていて、私も行ったことがあるんですけど、すごく素敵で、向かい側にロングアイランドが見えて、もう本当にニューヨークの富裕層の住んでるような場所です。で、今ここはニューヨークのワンワールド、世界貿易センタービルの、跡地にもう一回そのできた世界、新しい世界貿易センタービルと、それから、有名なタイムズスクエア、さらに、セントラルパークと、それから、メトロポリタンオペラハウスですね。そこでの写真ですね。ユミさんはこういうところに住んでいらっしゃいます。で、ちょっとマクドナルドユミさんの、8校専門家としての説明をちょっとしてみたいと思います。で、簡単にこれ説明しますが、後でこのパワーポイントはみんなにムードル上に上げておくので、細かい説明は後でこのムードルの、というか、このパワーポイントのもう1枚後の画像で出てますので見てください。で、マクドナルド由美さんは日本で生まれて東京出身です。日本語上手ですよね。で、慶應義塾大学の、心理学を専攻されて、その後、ブルータスだとか、晩餐館だとか、セブンシーズだとか、JAL 機内誌だとか、そういうですね、ライターとして活躍します。文筆家でいらっしゃいます。で、1994年からアメリカのニューヨーク市とコネク
コネチカット州に在住されて、コネチカット州フェアフィールド郡日米協会のディレクターをされています。また、2015年にはハチ公と昔の東京の様子、なぜこれを書けたかっていうのは後でお話をしていただきますが、の本を出版されています。さらに、これもすごく大きな彼女の功績なんですけれど、ニュージャージー州アベイグレペットメモリアルパークに上野かせとハチ公像を建てました。これもちょっと由美さんに後で説明を加えてもらいます。で、私 の、 ご紹介はこの程度にして、早速由美さんからお話を伺いたいと思います。じゃあ、画像を大きなビューに変えます。私の共有は停止しますね。はい、じゃあ由美さんよろしくお願いします。はい、はじめまして、マクドナルド由美です。今日は、サステイナブルディベロップメントのゴール17番のパートナーシップということと、ハチ公が世界をつなぐということを結びつけてお話ししたいと思います。それで、そんな固い話ではなくて、ハチ公のその、絆であるとか、それからどうしてハチ公がこんなに世界の人から慕われて、もう世界の平和と愛のシンボルみたいになっていったかといったような楽しいお話ですので、リラックスして聞いていただいて、で後で感想とかいろいろ聞かせてください。まずじゃあ、私がハチ公を調べるきっかけなんですけれども、調べたきっかけっていうのは、私の母が、去年亡くなって96歳でした、亡くなったんですけれども、1930年代に渋谷駅で、実際のハチ公を毎日見てました。で、子供の頃にハチ公を見てて触ったこともあるって聞いたら、もうそれはすごい特別なことだと私は思って、ぜひその話を聞いて、ちょっと伝えたいなと思って、で母に聞いた話を、日本語の本にまとめて、それは本当に200部ぐらいしか作らなかったんですけれども、渋谷駅に、見えますか、ハチ公がいた頃という日本語の本をまず出しました。でその時に、日本ではそんなにハチ公ってすごく今みたいにアイドルではなかったんですよね。でみんな待ち合わせの場所としてハチ公知ってて、あんまりハチ公自体についてこうすごく好きとかそういう話を聞かなかったんですけれども、私はハチ公の話がとてもいい話だから、もっと世界の人に知ってもらいたいと思いました。で、そう思ってやり始めたんですけれども、本当にそうしたらハリウッド映画ができて、それでまたこう話題になったりとかしているうちに、今世界で結構すごく人気のあるハチ公という話になって、で渋谷の駅前のハチ公像行ったことありますよねあります。で写真撮ったりしました、銅像の横で。どうかな撮ってないですか。銅像の前に、今外国から、今はちょっとコロナで来てないですけど、結構みんな並んで、銅像の横で写真を撮るようになったんです。でそうなったのがこの 3,4 年ぐらいなんですけれども、それぐらいの人気が出て、でなぜそうなったかっていうことも今回の絆のお話と関係あるんですけれども、そのハチ公がこう教えてくれる忠誠心の心ですよね。それから思いやりですとか勇気が多くの人たちに共感を得て、もう本当に国、民族、あらゆる違いを超えて引きつけられるものになったということです。で、そのハチ公について、これからお話ししようと思うんですけれども、さっき庄司先生がおっしゃったみたいに、何をできるかって考えると、本当に小さなことでも、今いろいろ SNS もありますし、みんなで協力し合って、メッセージを伝えようとか、実際に何かちょっとイベントをして動こうとかしていくと、それがだん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 広まってって、英語だとスノーボールエフェクトって言うんですけど、日本語でも言いますかね雪だるま式に広がっていくっていうことが起きますので、せっかくこういう研究をされているんだったら、この絆をどうやって
世界の人とこう作っていくかというようなことをこれからやっていってもらいたいなと思っております。はい、では、まずじゃあ8項の説明から入りますね。まず1923年秋田県に生まれました。秋田県出身の方いますか？秋田県出身の方がいたら後で教えてください。で、1923年11月に秋田で生まれて、1924年に、渋谷区の帝国大学、今の東京大学農学部教授、上野秀三郎博士にもらわれます。そしてそこから上野博士の送り迎えをするようになります。で、駒場キャンパスまでは歩いて送っていって、それで上野博士が他の場所に行くときには渋谷駅まで送っていきました。で、出張なんかに行くときも渋谷駅に送っていって、毎日お迎えに行って、例えば3日間出張に行ってて帰ってこなかったら、その間もずっと迎えに行って、必ず博士がまた戻ってくるときは渋谷駅にいるようにしてお迎えに行ってました。それで、そうしてすごくもう博士といつも一緒に過ごしていたんですけど、1年半ぐらいで上野博士が大学で脳出血で倒れて突然亡くなってしまいます。で、その後その上野夫人は世田谷の鶴巻に引っ越して暮らしたんですけれども、そこから八甲は渋谷駅に通い始めました。で、そんなに渋谷駅に行って上野博士を待ちたいんだと持った上野夫人が、上野家の庭師をしていた小林菊三郎さんという人が渋谷駅のそばに住んでいましたので、その人に頼んで、もうそちらで預かってもらえないか、そしてそこから渋谷駅に通いたいみたいだから、そういうふうにできないかと言って了解してもらいました。で、それ以来、八甲は約10年毎日渋谷駅に上野博士を迎えに行ったということで、それを見てなんてもう忠誠心の強い犬だろう、それだけ博士のことを思っているんだという評判になって、で、新聞にも紹介されて日本で全国で知られるようになりました。それで1934年、まだ八甲が生きてる時に、今の渋谷駅のあの場所に銅像ができました。で、35年の3月8日に八甲は渋谷駅の近くの稲荷橋っていうところで亡くなったんですけれども、亡くなる前の1年間銅像の隣で博士を待っていました。で、これがもう八甲についての大体紹介です。ではちょっと秋田犬についてお話しします。聞いても皆さんミュートだから返事とかできないんですよね。そうですね、じゃあ私がこう話すっていう感じで、では秋田犬は、実は日本の秋田犬とアメリカン秋田という2種類がいます。で、見ると分かると思うんですけど、左が日本の秋田、右がアメリカン秋田です。これはさっきお話しした渋谷駅のハチ公前なんですけれども、例えばこの日は雨が降ってて待ち合わせの人とかも全然いなかったんですけれども、外国から来た観光客の人はこういうふうに並んで5分とか10分待ってハチ公の横で記念写真を撮ります。で、私が聞いた話ではこれは中国だって聞いたんですけれども、ハチ公の横で写真を撮るとすごくラッキーだと言われていて、で、もうパワースポットみたいにこう伝わっているので、皆さんここでぜひ写真を撮ろうと言ってこうやって並ぶそうです。で、一番後ろの人はなんかヨーロッパからの方なんですけど、聞いてみたら成田からも空港ついて直接荷物持ってハチ公のところに来たというぐらい、もうそのぐらいみんな熱心にここに来ています。で、日本犬にはこの6種類の犬種がいまして、秋田犬というのは唯一の大型犬です。で、もともと秋田犬、これ英語で書いてあるのは結構英語でいろんなところで説明したその時のスライドなんですけれども、秋田犬というのは、秋田県の大館というところで16世紀ぐらいからマタギ、漁師の、熊を主に取るための猟犬として使われていました。
非常にこう強い犬で、熊と戦っても勝てるぐらいの、勇ましい犬として、ずっとその大館で飼われてきて、大館犬って呼ばれてました。で、明治になると闘犬がこう行われるようになって、闘犬っていうのは本当に今はもう禁止されている、そういう犬を戦わせるあれなんですけれども、その時に、大きく強い犬にするためにヨーロッパから、マスティフですとかシェファードとか、サハリンドッグス、そういった犬をこう連れてきて、掛け合わせたので、秋田犬とこういう洋犬が混じった犬が多数出てきて、でもう大正とか昭和になると、だいたいそのアメリカン秋田みたいなのはかなりいたということです。でところが、それが、戦争中になると、1937年から45年まで日中戦争、太平洋戦争、本当に大変な時代になって、で人も食べ物がない時にもう犬に食べ物をやるなんてとんでもないというような時代になってしまって、犬はこうみんなこう殺されたり供出させられたりした時があります。でその時に唯一そのシェパードが混じった秋田犬は軍用犬にとても活躍するということで、それだけは残してもいいということになって、で、それ以外の犬たちは本当に悲惨な状態になってしまったんですけれども、その秋田の、その日本の秋田犬を山に隠して守ってた人たちがいます。で戦争が終わって、アメリカから進駐軍が来て、その基地に住んだ時にアメリカン秋田ですね、さっき右側にいたその犬がとっても強くて優しくて、もう従順だしいい犬だっていうことで、アメリカの兵隊がすごく好んでたくさんアメリカに連れて帰りました。でそれが広がってアメリカン秋田になったので、アメリカに行くと、もうアメリカに行くとというか、私はアメリカにいるとアキータってみんな言うんですけど、秋田犬っていうのはそのどっちかっていうとアメリカン秋田のことをみんな思い浮かべます。で一方日本ではその山に隠しておいた日本の秋田犬をまた秋田犬保存会っていうところとかが中心になって繁殖させて、日本の秋田犬を本当に20頭以下と言われるぐらい減ったのを増やしていったのが今の日本の秋田です。でこれがその秋田犬保存会で、左がその建物で、真ん中は受付をしているゆきちゃんっていう犬で、この秋田犬保存会は何頭かの犬が本当にオフィスで働いています。でこちらは老犬神社、年取った犬の神社って書いて、1620年にこの大館の山の深いところの本当に秋田杉の森に囲まれた奥に建てられた神社です。でこの、神社はご神体が犬です。シロっていう、実際にその17世紀に、漁師マタギのために仕えていた犬が本当にその漁師のために忠誠を尽くしたということで、亡くなった後にそこにこの神社を村の人が建てました。で、その城を祀って、それ以来大切にずっとこう今までいつもお祭りっていうか、その城を思い出すためのお祭りをしてきて、今年が400年祭ということで、4月にその400年の記念行事が行われました。で、大館市にはこの左の建物は秋田犬の里というふうに呼ばれている、去年建ったばかり の, 秋田犬を紹介する、まあ、博物館であり、観光施設であり、ギフトショップというところです。で上の真ん中の写真が昔の渋谷駅です。で、その下にあるのはハリウッド映画の8に実際に使われた、ロードアイランド州にあるウーンソケットという駅です。この駅ちょっとやっぱりそういうところを探したみたいで、渋谷駅に屋根の形とか似ています。でこの、
秋田犬ビジターセンター、まあ、秋田犬の里っていうのは去年できまして、大変人気があってものすごく観光客がいっぱい訪れたということで、今はちょっとそういうところなかなか行けなくなってますけど、また行けるようになったら、ここもとてもいいところですので、ぜひいらしてください。で、こちらはここ数年秋田犬が有名になった理由の一つが、こういうプーチン大統領とか、それからアイススケートのゴールドメダリストのザギトワ選手、そして右側はお相撲さんですね、力士の朝青龍、モンゴルの朝青龍、こういった人たちに秋田犬がプレゼントされました。で、非常にこう大切に飼っていて、よく取り上げられるので、世界的にこの秋田犬っていうのがまた注目されて有名になっています。ここに海外のハチ公関係のプロジェクトというのを全部書いてあります。で、これについて実際写真を見せてお話ししたいと思うんですけれども、私が最初に日本語版のハチ公の本を出したのが2008年で、今が2020年ということで、この12年間の間に海外でいろいろなハチ公のことが起こって、それで今のような世界的な人気になったということをお話したいと思います。まずヘレン・ケラーは皆さんご存知だと思うんですけれども、目が見えないし耳も聞こえない、そして話すこともいろいろ困難があった方なんですけれども、手の上でこう字を書いて伝えるという方法で、サリバン先生と一緒にその障害者が社会進出できるようにいろいろなことを活動をして、でそれを世界に広めた方です。でそのヘレン・ケラーが、日本が大好きで、さらにハチ公の話にとても感銘を受けて、自分もハチ公のような忠実な秋田犬が欲しいというふうに日本に来た時に言いまして、で秋田犬保存会から秋田犬を2頭、秋田犬のことを数える時には1頭2頭っていうんですけれども、2頭送られました。で、その犬が多分世界で初めての盲導犬だと思います。目が見えないヘレン・ケラーに付き添ってずっと一緒に生活しながら、本当に深い絆で結ばれていた秋田犬が2頭いました。でそれについてヘレン・ケラーとハチ公展という展覧会を、私はニューヨークの日本総領事館と、ロサンゼルスのジャパンファウンデーションで開きました。これは最初の秋田犬神風が、送られて横浜からニューヨークに連れて帰るところです。で左側がその神風とヘレン・ケラー、もうこれを見るとやっぱり上野博士とハチ公のように本当に素晴らしい友情があったということがわかります。で右側は秋田ハチ公像に触れているヘレン・ケラーの写真です。で、左側は、1頭目の神風はディステンパーで3ヶ月ぐらいで亡くなってしまったんですけれども、非常に悲しんでいるヘレン・ケラーを見て、秋田県からまたもう1頭プレゼントされて、剣山号というこの秋田犬です。この犬を見てもやっぱりちょっとシェパードが入っているように見えると思うんですけれども、当時はこういう秋田犬が普通の秋田犬と言われていました。で右側がヘレン・ケラーが、コネチカットに引っ越してきて秋田犬を飼っていた時の家なんですけれども、偶然ですけれどもこの家は家から15分ぐらいのところにあります。で、1930年代にそういうことがあって、で今度はだいぶ時が流れて、ハリウッド映画ハチ約束の犬というのが2009年の7月に公開されました。でこれは見た方はいるか後でちょっと聞きたいんですけど、日本の1985年に公開されたハチ公物語という物語、ハチ公の映画を元にして作ったハリウッド版の、舞台をアメリカに移した映画で、リチャード・ギアが教授の役をしました。で左にサインがしてありまして、これがビッキーって書いてあるんですけど、この人はこの映画のプロデューサーです。で、ここにそのビッキー重国ウォンさんが私と一緒に写ってるんですけれども、彼女は日系人で、まあ、
日本に来たことあったんですけど、ある時そのハチ公のことを知って、その銅像を見た時にものすごくこうなんか特別な感慨を覚えて、もう本当に絶対にこの話をみんなに知らせたいと思ったそうです。で、それがきっかけでハチ公の映画を作りたいと思い立ち、でハリウッドに戻ってからそのためのいろんな計画を始めたところ、それにこう賛同した人がどんどん集まって、でリチャード・ギアもその中の一人なんですけれども、ぜひ自分がその役をやりたいと言ってくれて、教授の役を引き受けて、なおかつプロデューサーとしてもリチャード・ギアは参加したということで、でこんなに早くその映画化が実現したことはないと言われるぐらいに、みんながこう一体となってこの映画が作られたということです。でその時にリチャード・ギアは撮影場所のこの駅を自分で探してきました。でこの駅はロードアイランド州といって、うちから2時間ぐらい北に行ったところにある州のウンソケット駅という古い駅で、今は使われてないんですけれども、ちょうどその映画の時代、1930年代に作られた駅で、アメリカの映画は実は1930年代の舞台にしないで1970年代にそこも変えたんですけれども、駅自体は渋谷駅と同じ頃に建った駅で、雰囲気もその当時を思わせるものがあって、ここが撮影場所に選ばれました。でそこは結構今観光名所として、その観光家の人もそこをいろいろ広めていまして、で、そこの映画に撮影に出てきた場所を巡るツアーとかそういうのもあります。でこれ写真右、うちの主人なんですけれども、このドアが、プロフェッサーパーカーがこのドアを開けて出てくると、ここに犬がいて飛びつくというシーンが撮られた有名な場所です。でこれはそれからまたちょっと経って、2015年に私が英語版の本を出した時の最初の出版パーティーは、ニューヨークにある茶室があるんですけれども、そこの茶室は文化交流に使われているところで、そこでお茶会という形で出版パーティーをしました。でその、2015年3月8日私が英語版の本を出した同じ日に、東京大学の農学部に上野博士と八構造というのが建立されました。で3月8日というのはハチ公が亡くなった日なので、ハチ公の関係者にとっては特別な日なわけです。で東大の方としては、この2015年3月8日はハチ公没後80周年という特別な節目の年なので、じゃあなんか記念の銅像を建てようということで、教授が集まって、でみんなで相談して、じゃあ上野博士とハチ公がもう駅前で出会って喜んでるシーンを作りたいという、そういう趣旨でこの銅像を建てました。ですからなんかこれができた後に見に来た人たちがみんな、あ、会えてよかったねって言って、本当にニコニコしながら喜んでみるような銅像となりました。でその銅像のニュースは世界中に紹介されまして、でそれを見たアメリカのニュージャージー州にあるペットレーンのオーナーのデレック・クックさんっていう人が、すごくその銅像を気に入って、ぜひ自分 の, そのペットレーンに全く同じものを建てたいということで東大に問い合わせました。で最初はその東大の方としては、やっぱり自分たち の, 学校の教授のお話なので、ここに一つあるだけがいいという意見もかなりあって、最初はいやそれ許可しないっていう話になったんですけれども、それでもそのクックさんはどうしてもそれをお願いしたいってこう熱心にお話ししたところ、もうそれほどハチ公の話を気に入ってくれて、それをアメリカで多くの人に知ってもらいたいと望んでいるのであれば、やっぱり東大の方としても嬉しいことだから、許可を出しましょうということで許可が出て、それで、この銅像は日本で作り、そこから船でアメリカに運んで、でここに
すごくいいランドスケーピングしてこういうあの背景を作ったんですけれども、そこに、1年ちょっと経って2016年10月9日に立ちました。でこれがそのアメリカの銅像の除幕式の写真です。で、左側の、銅像のちょうど上野博士とハチ公の間に立っている方があのデレック・クックさんで、その隣が高橋大使とあの奥様です。で左の方はあの、ビッグイースト秋田レスキューといって秋田犬専門 の、 あの救助団体ですね。あの捨てられたりあの虐待されたりしている犬を助ける団体で秋田犬を専門にしているところ の、 あのプレジデントのジョアンで、私は彼女と一緒にそういう活動をしています。で彼女が持っているのがこの日本の秋田犬です。で右一番右の人はあの K9 レスポンダーズ、K9 ファーストレスポンダーズといって、セラピー犬であの心にトラウマを持った子どもたちを助けるための活動をしているところのディレクターの、ブラッド・コールさんという人と、その人のとてもこの有名な犬なんですけれども、スパルタカスというアメリカン秋田です。で、このスパルタカスはそういうセラピー犬としていろんなところで活動しています。で、右の写真は、除幕して、ちょうど銅像が見えたらみんな周りに行って銅像を見たんですけれども、その時にちゃんと犬も見に行っているという場面の写真です。で、上に書いたんですけれども、参加者が、人が約150人以上、犬が約30頭ということで、こういうあの式典は私も初めてだったんですけれども、あのぜひこの上野博士と八構造の除幕式だからあの犬もあの参加してほしいと言いましたところ、そのクックさんがいろいろな人に聞いたら参加したいという犬がたくさん集まりまして、秋田犬が20頭で、それ以外の犬が10頭ぐらい、そういうあの犬たちが参加する式典になりました。で今度はちょっとレクチャー、どんなレクチャーしたかで、私はあの実は日本の学校でお話しさせていただくというのは、あの庄司さんの紹介であの初めてやらせていただいてて、前もあの慶愛大学でやらせていただいたんですけれども、あのたまたま、あの学校がインターナショナルスクールとかアメリカンスクールとかに知り合いの先生がいるので、あのそういうところで今まで紹介していました。で、あのどちらでもやっぱりやってみたいなと思っています。でこれはですからアメリカンスクールの中学生と高校生8クラスにあの8校の話をしました。でこれはウエストポートでアメリカン秋田、この秋田犬は私の友人の犬なんですけど、もうしょっちゅううちに泊まりに来ていてうちの犬みたいな感じで懐いているアメリカン秋田を、皆さんに紹介しながら8校の話をしました。でこっちはちょっとこういうビジネスっぽいレクチャーで、左がイェール大学の経営大学院ジャパンクラブという日本との交流のあるクラブがあって、そこでやったレクチャーで、右側が、日米エクスチェンジというあの団体がニューヨークの弁護士事務所の方にありまして、そちらであの集まってお話しした時です。あとこちら左側小学生で、中央大インターナショナルの、小学生たちで、右はこれは去年ラスベガスのクラークハイスクールというところで、オンライン授業をしました。でこういうズームではなくって、そのクラス全員が集まっているところでオンライン授業をして、でこの生徒たちが日本語を勉強しているっていうことだったので、あのまた BTS の皆さんに見ていただいたあの春の日を使って、その歌をみんなに練習してもらったところ、後でみんなで歌ったところを YouTube 送ってくれましたので、それもよかったら見てください。あのちゃんと漢字も勉強してよく歌えるようになってました。でこちらは、そうですね、ニューヨークのドッグショー。ニューヨークは犬が好きな人が本当に多くて、ドッグショーっていうのはあのもう重要なイベントです。でそこにも、あのミート・ザ・ブリードといって、いろんな犬種に実際に会って、あのどんな犬がいるか、自分はどんな犬が合うか、どんな犬を飼ったらいいかとか、そういうことも調べるのにも役に立っているこのイベントなんですけれども、その秋田犬ブースであの八甲のことをお話ししました。
後ろの桜は写真です。で、そこの前の鳥居は、この方たちが自分たちで作った鳥居で、そこで一番右が日本の秋田犬で、あと2頭はアメリカの秋田で、こういうドッグショーにも参加しました。で、これはさっきお話ししたセラピードッグは、このスパルタカスという名前なんですけれども、実はいろんな、なんかもうアメリカって本当に、なんか学校での乱射事件とかそういう痛ましい事件があって、それで犠牲になって亡くなる子どももいますし、そこですごくそのショックでトラウマを抱える子どもがいたりして、その時にこの、スパルタカスっていうのはセラピー犬として子どもたちを助ける役をいろいろやっていまして、後でその子どもたちとかが自分にとって一番大切な写真はこれですよって、その犬と一緒に抱き合ってる写真を見せてくれたことがあるんですけど、もう誰にも話したくない時でもこの犬に話しかけて、それで少し心が癒されていくっていうような、そういうことでセラピーになっていくということがあります。で、この犬について、これはコネクション・イン・クライシスという映画ができて、これもとてもいい映画なんですけれども、その時もやはりその秋田犬の紹介イベントとかハチ公の話をしました。で、秋田犬は、秋田県大館市、ハチ公はそこの出身、そしてハチ公が住んでたのが渋谷区ということで、渋谷区の長谷部区長、それから秋田県大館市の福原市長、2人とも本当に熱心にハチ公を世界に広めるという活動、そしてそのハチ公の示してくれた、愛、それから友情とか絆、違いを超えていろんな人と輪を作っていくという気持ちを一生懸命こうイベントを通して伝えています。で、こちらは、左はニューヨークの総領事大使高橋大使で、先ほどの除幕式にも来てくださって、大使ご自身が犬が大好きで、捨てられた犬を飼い始めて、その犬を連れて不妊地をずっと回ったというような方で、実はイベントもぜひ行きますって来てくださったり、やっぱりこう犬ということで、ぜひ自分も出ますって言ってくださる方がかなりいらっしゃいます。で、右は、トルコの大使です。で、これはちょっと今回話すと長くなりますので、一つだけメモを取っていただきたいんですけど、エルトゥールル号事件という事件がありまして、トルコの軍艦が日本の和歌山県沖で沈んだ時に、日本の漁民の人たちが助けたというお話があって、で、それがきっかけで友好が生まれて、これは外交史なんかでも有名でよく知られてる話なんですけれども、そういったちょっとトルコの縁も、私はうちの祖父がトルコ語を話せる、トルコ大使館に勤めたこともあったので、そういったご縁でその本をメリッチ大使にお渡ししに行きました。で、そのエルトゥールル号事件もまさに絆のお話なので、後でちょっと調べてみてください。で、これは渋谷区郷土博物館で、ハチ公と忠犬ハチ公像展っていうのが2018年に開かれました。これは私もちょっとお手伝いをしました。で、秋田県大館市っていうのは本当に行くといろんなところで今は秋田犬と出会えるようになっていまして、この左の畠山さんという方は農家の方で、さらにブリーダーをしています。そして、彼が飼ってた犬がプーチン大統領のところに送られて、有名になったゆめちゃんです。あとは、これは9月の第2日曜日はナショナルペットメモリアルデーという日になっているので、そこでハチ公ブースと、あとペットの里親探しというイベントをしました。日本でもあると思うんですけれども、保護された犬を今度新しい飼い主を探すという目的で、そういう場を作るというイベントです。で、この時もなんかすごくいい
あの里親が見つかって、もらわれていったペットたちがいましたので、本当にあのそういう場面を見ると嬉しくなります。これはあの去年の12月に、ニューヨークには犬の美術館というのがあって、犬に関するいろんなあの美術が飾られていると同時に図書館があったりあのレクチャーがあったりして、やっぱりニューヨークの人皆さん犬が大好きですので、そんな美術館もあります。でそこでレクチャーをした時で2頭は秋田犬に参加してもらいました。でこの左のザザちゃんという白い秋田犬はあのちょうど私が上野博士とハチ公像の話をしていましたら、ちゃんと同じようにこの飼い主の人にあの抱きついて、こんななんか嬉しそうな顔をしていまして、なんか話が分かっているんじゃないかなと思いました。で右側は、ゆうきくんっていう日本の秋田犬で、この犬もあのいろいろ事情があって、捨てられて救助されたところをこのニューヨークに住んでるカップルにあのもらわれて、今は本当に幸せに暮らしてます。あの結構私はこの、ハチ公のことをしながら犬の救助にもいろいろ関わるようになりまして、そこであのまたいろんな人に会ってすごくいい絆ができたなと思ってます。こちらは、ロシア映画ロシア版のハチ公物語っていうのが今作られてます。忠犬パルマというのは、ロシア版ハチ公と呼ばれていまして、でこの私と一緒にいる人はその映画監督です。で、映画自体はロシアの忠犬の話なので、ハチ公の話とは違うんですけれども、その中で結局ハチ公の話が出てきて、で主人公の人がハチ公の出身地の大館までやってきます。で日本側では、ダン・ミツさん女優が参加して、その日本の部分でも撮影が行われて、大館市長もセリフ入りで、参加されていまして、で左が撮影場面なんですけれども、あの今年の10月ぐらいにロシアとヨーロッパで公開されて、来年日本でも公開されるだろうということになってます。ただちょっとこのコロナの影響でもう少し遅れるかもしれません。でこうなりますと、ハリウッドでハチ公物語、ロシアで、まあ、ロシアのハチ公版というように、本当に世界のいろんな違った国でこのハチ公の話が皆さんにこう感銘を与えると感じます。でこれはあの先ほど お話ししました、あの大館の山の中にある老犬神社、1620年創立で今年400年祭でした。で400年祭を記念して神社の狛犬を秋田犬で作ろうということで、この秋田犬像っていうのが作られました。で右側はその式典の様子で、その時にあのまあその銅像を作るための寄付をアメリカの人ももしあのしていただければというお話があって聞いたところ、あのこちらもコロナとかで本当に大変だったんですけれど、皆さんやっぱりそのアメリカのハチ公ファンの人たちっていうのはぜひそういうあの目的のためだったら協力したいと言ってあの協力してくれて、でその中であの、1万円以上とか出してくれた方の奉納者名を書いて、奉納しました。でこの400年間ずっとやってきた式典で、まあ、初めてアメリカの、ニューヨークとかロサンゼルスの人からもそういうあの奉納があったという、あの今年はちょっと特別な式になりました。これはもうただ、みんなの写真です。ハチ公のこれはアメリカのハチ公像を訪れるファンたち、あのみんな犬を連れてきて犬と一緒の写真を撮ったり自分の写真を撮ったりしてます。こちらは、日本のハチ公像のところに来て集まってる人たちの写真で、左で私と一緒に写ってる人はキューバの方で、彼女は毎年必ずハチ公慰霊祭に来てます。で、右の人はさっきあのグローバス和室という和室を使って文化交流をしているグローバスさんです。それから下に3匹写ってる犬は日本の、救助された秋田犬たちで、私の友人は日本でその秋田犬の
救助活動をしていますので、その彼が、彼、カップルなんですけど、飼ってる秋田犬です。こちらは、ヘレン・ケラーと八高店に、来館した人たちで、今もう時間があんまりないので簡単に話しますと、この1月、ニューヨークの1月は、とっても寒くてマイナス10度ぐらいだったんですけれども、大勢八高ファンの方が来てくれまして、左側の、お年を召した日本人の女性が2人、その付き添いの方と一緒に写ってるんですけど、最終日にどうしてもハチ公のことを見たいからって言って寒い中来てくださいました。それから、右上は大学生です、大学生がグループで来てくれたりとか、その右下は国連の方たちなので、面白い活動をしている方なので、また機会があったらお話ししたいと思います。まさにその絆を作るための活動をしている国連の方たちです。でこれが最後で、ちょうどもう 2,3 日前に受け取ったものなんですが、ニュージーランドで、児童作家の、フィリッパ・ウェアリーさんという方がこの Our Incredible Dogs というタイトルの本を5月に出しました。でそれはその銅像に銅像について、そこにどういうその犬の話があったかっていう本なんですけれども、その中でちょっとハチ公のアメリカの銅像のことなんかを私の方でお手伝いしました。表紙に写っているのはニュージーランドの首都ウェリントンで本当に愛されていた愛犬とその飼い主の銅像です。ラムトンキーっていう、日本で言ったら銀座通りみたいなところにこの銅像が立っています。ということで、これがその10ヘレン・ケラーからですともう80年以上ですけれども、その間にいろいろなハチ公のことが外国で起きたということをお話ししました。というようなハチ公のハチ公が世界をつなぐですねというお話をしましたので、こっから質問とか、それから庄司先生の方からの何かコメントとかお聞きしたいと思います。じゃあ今からはミュートを外してもらって、みんなに質問をしてもらいたいと思いますが、今ちょっとお話の中でもう少し説明を加えたいなと思ったところはあって、それは皆さんご存知の渋谷のハチ公像っていうのは、一匹でしょぼーんと寂しく渋谷の駅でご主人様を待っているというハチ公像です。でその上野博士の銅像もたった一人だった。でその2015年にハチ公80年祭ですかねの時には、なんとかその上野博士とハチ公を合わせてあげようというんで、そのやっと会えてよかったねっていう、そういう銅像を東大が建てたんですね。でそれがすごく会えてよかったねっていう、そのことが素晴らしいということで、単に東大だけじゃなくって、そのニュージャージーにあるペット霊園がぜひこの銅像素晴らしいので、やっと会えたね、よかったねっていう銅像を、同じものを複製をニュージャージーのアメリカのニュージャージーのペトレーに欲しいというふうに言ったわけです。でところが東大はですね、東京大学の教授会ですから、なかなかですね、うちの大学の銅像をそのペトレーン、いや簡単にはですね納得してくれなかったんですね。でその時にこの八高の物語を書いた由美さん、2009年に書かれたんでしたっけ。日本版が2008年で、英語版は2015年ですね。で、その、ハチ公のことの専門家である由美さんは日本人でいらっしゃるので、間に立っていただいて、それで、東大を説得してくれないかというふうに、由美さんに依頼が来て、ペット霊園から依頼が来て、で、由美さんが一生懸命東大側を説得してくださって、で、その値段とかをいくらにするかってとこも、全部細かい交渉まで間に立って由美さんがなさって、おかげでアメリカのニュージャージーに、東大の方も、そんなに、このことがアメリカと日本の友好につながるんだったらば、
いいかっていうふうにこう、まあ、由美さんの説得に、まあ、東大の教授たちが動かされて、そしてアスコのニュージャージーで除幕式があったということで、なので由美さんが結構その除幕式の時に中心的な位置にある写真があったと思うんですけど、まあ、八高専門家の由美さんの努力のおかげで、まあ、こういうことが、まあ、で成立したっていうことです。であと10分ぐらいしか時間がないんだけど、みんなにミュートを外してもらって感想を言ってくださいという時間にしたいと思います。なんでミュートを外してください。で質問でもいいし感想でもいいし、言ってください。 できれば質問してくれるくださる方は、その時だけでもお顔を出してもらえると助かります。そうですね、ぜひなんか質問とかあったら聞きたいですし、あとですね、科学博物館に行ったことありますか？上野の上野の科学博物館にハチ公の剥製があります。だからもし行ったらそれ見てください。で、これは上野の博物館の、一番人気のあるぬいぐるみ、ハチ公がこれがあります。そして、先ほど紹介した大館もやっぱり秋田犬のぬいぐるみ出していて、これもなんかお土産ナンバーワンということで、なんかいろんな形でみんながそのハチ公のことを知りたいとか、ハチ公のそういうぬいぐるみが欲しいとか、そのなんていうか本当にこうなんか穏やかな気持ちにしてくれる話だからすごくいいって言ってこう広まっていったと思うんですよね。で特に今みたいに今もそうですけど、こうやってデジタルで携帯そういうなんかスマホの時代になってくると、やっぱり本当のこう心の交流っていうのがなかなか薄くなっていくような気がする今日この頃だと思うし、なんか何でもそうやってテクノロジーでどんどんやっていこうっていう風潮になってきてると思うんですけど、そういう時にそのハチ公の話をきっかけに、その思いやり、本当の友情ということを考えてもらえたらなと思います。じゃあ学生さんのお話を聞きたいと思うので、パクさんどうですか？こんにちは。はい、こんにちは。ハチ公のことでちょっと昔ちょっとだけ少しだけ聞いたことがあります。だけど詳しくは今回教授の話で知ってて、なんか今パソコンでちょっと調べてみて、今の渋谷である像はなんか2つ目の像で、ね、書いてるんですけど、最初のやつはどうやってこれがなくなったかは知りたいです。最初のが本当にもう戦争っていうのはこういう悲しいもう歴史になるっていう例で、戦争中に教室されて、そしてその金属をもうみんな供出するということで銅像は取られたんですよね。あ、だからもう本当に戦争になると結局軍艦とかを作るためにどんどんその金属を供出しなさいということになって、でもう八高堂もそれで亡くなってしまって、でその銅像を作った彫刻家の安藤テルさんという方も空襲で亡くなられて、でその安藤テルさんの息子さんがでもやっぱりそのお父様の意思を継いでまた八高像を作ろうということで今ある像を作りました。ああ、はい、そう、はい、わかりました。本当に平和のメッセージっていう、はい、はい、うん、はい、よくわかりました。ありがとうございました。それじゃあ誰か中国の留学生で、節さんどうですか？何かありませんか？昔はハチ公の映画見たことありますが、今までも何年ぐらいの前ですね。日本のハチ公の映画ですか？そうですね。ああ、ハチ公物語。
あ、そうですね、うん、それが見たことありますか。すごい、すごく感動しましたね。あ、はい、最後ね、綺麗なシーンでしたよね。そうですね、泣きましたね。この、アメリカのも多分インターネットで探しても見れると思います。そうですね、同じ版じゃないですね。あの日本の映画を元にして、で場所をアメリカに移したので、アメリカのプロフェッサーが主人公です。で、犬の名前だけはハチです。でも内容は全部アメリカになってます。あ、そうなんですか、うん、ちょっと見てみたいです。うん、それも今の人気の理由ですね。それが2009年に出てから、やっぱりいろんな世界の人がまたハチ公に興味を持ち始めました。じゃあ、二上くんどうですか。仙台出身ですよね。ちょっと秋田からは、あの日本海側と太平洋側で違うけれど、どうでしょう。自分も質問とかではないんですけど、まあ、ハチ公、まあ、自分はその仙台住んでて、あんまり東京行ったことなくて、ハチ公にも実際行ったことはまだないんですよね。あ、じゃあ今度は行ってください。で、まあ、やっぱり東京って人がいっぱいいて、で、ハチ公って言ったらその待ち合わせの、うん、もうなんていうんですかね、その代表的な場所であるので、うん、で、なんかちょっとその人が多いのがあんまり得意じゃないというかで、ちょっと避けている部分があったんですけど、うん、その海外でもハチ公を模したその作品、映画が作られたりだとか、ハチ公がそういう、その種、なんていうんですかね、その、まあ、ご主人様をずっと待ち続けてるとかっていうそのストーリーだったりも初めて今回聞いたので、そのハチ公に対するその見方というかが自分の中で大きく変わったなというのを感じまして。で、そうですね、これから、まあ、今一人暮らしで千葉に住んでるんですけど、これから東京行くときはもちろんハチ公も何度も覗きに行きたいなとも思うし、ハチ公、そうですね、なんか友達と待ち合わせとかしたら、ちょっと今回お話しいただいたことをちょっと自分の知識として、なんか友達に自慢げにちょっと話して広めてください。はい、思いました。あの八甲像の足のところはもうあの金属の色が変わってて、他はグレーなんですけど、そこだけもう本当にちょっとあの銅の色っていうか赤っぽくなってるんですよ。それはなぜかというと、みんながこうやって足触ってハチ公頑張ったねってやってても、だん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 金属がすり減ってますから、それも皆さんも行った時に見てください。もう何十年もみんなにこうやってあの親しまれているんだなって分かると思います。みんなで本当にあの今ゆみさんのお話もっと聞きたいんだけれど、時間が あと12時15分までという感じなので、みんなでひょっとしたらあの今ミュートにしちゃってる人もいるかもしれないけど、手で拍手だけはしたいと思います。ゆみさんに本当にあの楽しいお話を聞かせていただいて、もっともっとお話をしたかったなっていう感じがします。ありがとうございました。みんなで拍手。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ私からお願いがあるんですけれども、もしもこれから何かそのハチ公を題材でつないでいくようなこうイベントっていうか、オンラインとかでできるイベントを考えるとしたら、皆さんのアイデアも聞きたいと思いますので、ぜひこれからもあの連絡取らせていただきたいと思います。それで世界をつなげて、この目標の通りにあのこうやってみて、ゴール17のためにあのみんなでパートナーシップをつなげるために一緒にやっていきましょう。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ゴール17 SDGs ゴール17、そしてあのパートナーシップ絆、これ一番 SDGs の中で大切なことですね。で今日はあの人間だけじゃなくてハチ公っていう犬がこれだけ世界をつなぐということを教えてもらいました。はい、ありがとうございました。は
はい、どういたしまして、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ感想書いてね、由美さんには私からつなぐことができるので、皆さんこういうイベントがあったらもっと世界をつなげるよっていうアイディアを出してください。お願いします。そうですね、今結構若い人たちが本当に SNS とかでもう国境を越えてつながって、でその動きっていうのはとてもいい形で広まっているっていうのを私も見てるので、なんかこうね、これをきっかけにできたら嬉しいです。そうですね、うんうん、みんなにもぜひそれ考えてみてください。で今すぐの感想は気楽なものを書いてもらってもいいんだけれど、まあ、長期的にこんなこと気がついたってことがあったら私に連絡をくれれば、そこから由美さんに連絡をします。うん、それじゃあまた来週。はい、じゃあどうもありがとうございました。大丈夫だわ。はい、またねー。